こんにちは、ルナです。今日はたくさんの方からリクエストがあった私のお気に入りのワンピースを紹介したいと思います。YouTube に紹介したことあるワンピースではなくて、新しく購入したワンピースを紹介していきたいと思います。では早速始めていきたいと思います。スタート。はい、まず一つ目のワンピースは今着ているこの黒のワンピなんですけど、スナイデルのワンピースで、形、首元の形がすごい可愛いんですよ。で、肩のところがふわっとしていて、すごいここだけでも女性らしいデザインじゃないですか。こういう風にね、ウエストがキュッと締まってるので、スタイルもよく見えるかなと思います。で、スカート部分がちょっと見えますかね。このワンピースの柄も可愛いんですけど、スカート部分が縦のラインが入っていてね、綺麗なフレア感で可愛いです。で、このワンピースは後ろにリボンがついてて、後ろも可愛いんですよね。このね、縦にねプリーツになってるので、すごいね綺麗なフレア感、可愛いですよね。スカート、なんといってもこの上の部分のこのね胸元のデザインがすごく可愛いんですよね。こんな感じです。はい、そして2着目のワンピースが、私の友達のみーちゃんがデザインしているプリベベというブランドのワンピースなんですけど、すごく可愛いんですよね。もうこの襟のとこから可愛いよね。はい、紹介したいと思います。はい、そしてこの小花柄のワンピースです。すごいね可愛いですよね。この下の部分がさっきのとは違って、大きなふわっとした感じのデザインで、こんな感じでキュッとなってて、私は首元がね開いてるタイプの方が好きなので、こうやってね首周りがこう襟がついてるのがすごい可愛いですよね。可愛い女の子らしいデザインのワンピースです。この首周りのこのフリフリが私はお気に入りです。なんて言ったってね、すごい着やすいんですよ。超動きやすいし、形も可愛いです。はい、そして3つ目のワンピースが真っ黒のこのね、結構胸元ざっくり開いてるタイプのワンピースなんですけど、これもスナイデルですごく着やすくて、最近私の一番のお気に入りのワンピースなので紹介させていただきます。後ろはこういう風になってて、この前のこの開き具合を後ろで調節できるんですよね。それも気に入ってます。ちょっとあっちで全身写していきたいと思います。じゃーん、全身だとこういう感じですね。すごいねライン綺麗じゃないですか。スナイデルってすごく女性らしいラインのワンピースが多くって、これは特に私が最近気に入っているワンピースです。生地が伸び縮みするので結構動きやすいんですよね。背中部分結構空いてるんですけど、でも綺麗な感じで、前の空き具合を背中のところで調節できるので、それも気に入っています。うん、かわいいよねこれ。最後4着目に紹介するのがこのザラのこのねラフな T シャツのワンピースなんですけど、すごいねこれね超楽。今まで紹介したものはキレイ系だったりとか、まあ、しっかりめのワンピースだったんですけど、まあ、これはラフにお散歩とか近所のカフェとか行く時とかに着ているワンピースです。こんな感じ。ちょっとこれもあっちで紹介したいと思います。はい、最後はかなりラフなワンピースなんですけど、このザラの T シャツのワンピースです。これねすっごい着やすくって、近所のランチとかに行く時とか、ティティのお散歩の時とかに着て外に出たりしています。これ可愛いですよね。ラフでしかもシンプルで、でもちょっと上品さもありっていう感じで、このフレアの始まりが腰下ぐらいから始まるんですけど、それがすごいね上品なデザインですよね。
こんな感じです。全身ではこんな感じなので、まあペタンコの靴とか履いてこれをいつも着ています。はい、はい、以上が私の最近のお気に入りのワンピースでした。私結構好みが偏ってしまって、いつも同じような形のワンピースを着てるんですけども、最近お気に入りのワンピースはこの4点でした。はい、いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんなも買ってみてね。